こんばんは。髪の毛だいぶ濡れてますけど、やります。なんか一日だけだけですげえ久しぶりな感じがするね。私はそれでもやります。よろしくお願いします。あ、デッキトラック上げてねえわ、忘れた。ふにゃららんだ、ふにゃふにゃらはにゃ。こんばんは。なんだよ。ねえ、一日だけだけ、あ、そっか、そうだけじゃないか。こんばんは。全部映ってる？いいね。5勝0敗、ノーレの見る。なんか大事なパーツいっぱい抜けてるけど、なんか知らないけど、勝ったやつだ。行こう。負けたらまた戻すわ。いつものやつに。今日これで回す。適当に。こんばんは。いろいろあったね。個人、俺だなったのな。まあ、ちょっといろいろあった話はまた後でポチポチしようと思います。YouTube から行きましょう。ありがとうございます。YouTube からね、っていう人もね、少しずつ増えて。ありがたい限り。ちょっとね、YouTube の方はね、今、動画の、編集作業をちょっとする時間がね、ちょっとあんまり取れなくてね、ちょっと YouTube の方が、遅れ気味になると思うんで、なんとか、ね、そこは、ちょっとご了承いただければ。ぜひね、生で見れる時にはね、生で来てもらって、私は可能な限り、コメントたくさん読みますので、ぜひね、ガンガン、コメントしてもらえればと思います。ナーフが初プレイヤーの中だよ。もう俺ナーフされて2日目かな、今日が。多分、2回目。おとといやって昨日やんなかったから、おとといの時がちょうどナーフ直後だから、こんばんは、マシワギさんから来ました。いいね。マシワギさんの方か、そうかそうか、マシワギさんは今日やってねえんだな、そうか。ありがとうございます。マシワギさんとやっぱやっといてよかったわ、コラボ。逆にマシワギさんのところにジジコさんから来ましたって人いる？そういう人いなさそうだな。なんか俺のこと知ってる人はそもそもマシワギさんは最初から知ってそうだよな。マシワギさんにとってノーメリットだったのかな。オムライスの画像を作れるものです。基本版は。あれオムライスじゃないでしょ。あれご飯でしょ。なんか。あれご飯の画像みたいなのしたいなかった。まあいいや。ターンエンド。あーフリーズさんですか。はい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 。フリーズさんですか。そういうことでか。はあ、やれやれ。困っちゃうよね、フリーズさんだと。あれこの人あれじゃない？今待って待って、俺のフレンド数じゃない？もしかして。なんかねえか、あの人アジアか。まあいいや。ナーフの影響かフリーズ少し増えた気がする。ほんとあくまでドローなんだ。硬いね。ナーフの影響がフリーズ少し増えた。明日、自分コラボ以降でマシワギさん見るようになったらいいことだね。よかった。そういう、そうね、マシワギさんにとってもね、やっぱ何らかのこうメリットがあるっていう方がいいよね。
ちなみにこんばんは。訓練校では友達とか仲間だというかできましたかね。まだね、まだみんな今週1週間目で始まったばっかりでさ、もうね、課題の多さとかでちょっとみんなビビってる。ちなみに私もその中の一人なんですけど、もうね、課題がね、ものすごい多くて、もうね、もうちびりそうというか、俺はちびってる。すでに完全に俺はちびってる。もうね、恐ろしい量なんだわ。もう俺ちびってっから、すでに。もうすでに。もうジョバーってしてるよ。ジョージ。毎分3リットルのスピードでジョバーってしてる。どれぐらい多いの？あのね、一応今出た宿題はね、11月までに、まあ、そんな、まあ、そんなに今のところ多くないっちゃ多くないかもしれないけど、11月までに、花の写真を大体100枚くらい、各種撮ってこいっていうのと、あとはフライヤー、1枚もののチラシとか雑誌から、なんかまあ、これはいいなと思ったデザインを、大量にちょっと撮ってこいと。それと、これいる？テレーテテテレテケテケテあとは、なんだっけ、あと、なんだっけか、あと、フライヤー、その30枚、最低30枚と、あとは LINE スタンプ作るための素材をなんかいろいろ自分で考えなさいみたいなやつと、他なんかあったっけか、多分他にもいっぱいある。まだね、ちょっと完全にちょっと言い切れないけど、とにかくたくさんある。でね、先生が3人いて、全員なんかプロのデザイナーの方々で、で、3人の先生がそれぞれ独立して宿題をね、こう出してくるわけなんだよね。だからね、俺その宿題の管理とかの方法ちょっとね、まだ確立してねえから、ちょっとそれを今日、この配信が終わってから、タスク管理をちょっと今日作るわ。だからちょっとそれ整理したいではなんとも言えねえけど、なんかもう、あとあれだな、よくツイッターの方見てる人だったらわかると思うけど、今ね、こう垂直な線をね、こう、何？こう、チェック柄を作ってくださいというのをやってて。もうね、垂直に線が引けなくてね、やっぱりね、私みたいなこう雑な人間はね、垂直な線が引けないから、もうね、苦労したわ。今日もめっちゃ時間かけたわ。もう、おいちゃん大変だったわ。もうね、ものごって大変。ものごって大変。もうほとんどカードがない。
いや、フリーハンドじゃないな。見ながらやるんだけど、いや、それがさ、なかなかのタフィーでさ、タフィーで、アナログアナログ、まずはね、こう手で、こうね、ちゃんとした定規、なんだっけか、ドイツのちゃんとしたなんだっけ、なんていうメーカーだったかな、ちゃんとしたこう、45センチくらいの定規を使って、もうね、シュッっていう、もうシュッ、俺初めて知ったわ、線引きのさ、こうなってるじゃん、線引きの先端って。これこっちが下、その紙の面に接するものだと思ったら、こう使うんだな。なんか、こう、ん?ん?待てよ。こうつくん?こ、まあいいや。とにかくさ、なんか、なかなか難しくてさ、デジタルの方が始まったら俺多少なんとかやっていけそうなんだけど、アナログマジ大変だわ。もう俺初日の日はさ、まあ1ミリくらいの誤差はええやろと思って1ミリの誤差でやったらさ、すぐ垂直じゃないっていうのがやっぱもうね、バレてしまって、全然垂直じゃないですねって言って、はいーって言って、すぐにね、やり直しをしてます。インクがにじまないように、まあそうそう、それとあとは、なんだっけか、そこの物差しの方に、つかないように、インクがついちゃうっていうのもあるんだと思う。けどみんな他の周りの人は、うんうん、みたいな感じでやってたから、ほいみたいな。ほーってやってるんだ。そうそう、その三角みたいな、こんな感じ。やべえわ。まあね、すごい劣等感を感じる。あ、やばいぞ、これは。これは置いてかれるっていう感じがしてる。ちょっと頑張らないと。今最近はね、あとは、写真を撮りに、だから、花屋に行ったらどうよみたいな意見があるけどさ、さすがにさ、写真をさ、花屋で撮ったら怒られない?まあ、一言断りでいいって言ったらいいのかもしんないけど、なんかダメでしょ?基本的には。だから、フラワーパークみたいなところがあるから、フラワーパークにちょっと遠征しようと思ってて。今日もきれい、はい、ありがとうございます。アナログ始めた方がデジタルも綺麗な線が引けるな。そうなんだ。ちょっとわかんないけど、まあ、ともかくちょっと行こうと思うわ。これからちょっといろんなところに書きに、そうじゃねえと俺置いてかれちゃうから。あ、バレてるわけじゃねえんだ。今の動きで俺バレてるかと思ったけど、バレてるわけではない。はいはい。今のはいい動きだったね。今の俺バレたかなと思ったけど、バレてはいないんだ。うん。So what can I do here right now? I think I should do this. 自己芸術的センス自分は持ってるなって思うの。いやー、芸術的なね、選手はない、そんなないと思う。写真撮って少し買って帰ればいいんじゃない?買って帰る。あー、そうそう。それもそうだね。でも今日俺、学校帰り、俺が行ってる学校で、訓練校帰りに、ちょっといろいろ花屋見てきたんだけど、なんかやっぱ大きい花屋さんってどこにあるかちょっと、まあ、普段から俺が行く場所じゃないからさ、わかんなくて、どこでこれからそういうのを探そうかなと思って、考え中なんだよね。これオーバードローですね。俺次第だよ。オーバードローするよね。スケッチとかもあるんじゃないかな。これからあれ、点画、点だけで絵を描くやつあるじゃん。点画っていうの、なんていうの知らないんだけど、昨年のさ、演技をしなくなったらもういいでしょ、ダリーし。俺今話してたりして点画をやったりとか、点画じゃないぞ、点で描くやつをやったり、あと最後に動画みたいなのを作ったりもするし、
なんかね、めっちゃいっぱいやんなきゃいけないことがありそうだわ。こんな今日も、はい、ありがとうございます。Today you are beautiful too. I know. I'm pretty sure. I am very. そしたら公園とか花屋行ったら遭遇できるかもですね。何？ごめん、何の話してるか、これ。天病って言うんだ。さすが。ティームにさ、そういう人っていんの？ちなみに。ティームの中にさ、マジでそういう芸術を習ってる人とか、もしくはそれで飯食ってる人っていんのかな？まあ、ゼロじゃないんだろうね。でも、ティームの中。うちのティームはな、それなりにタレントが豊富だと思うんだけど。お前、天病で入賞したことある、とんでもない奴がいるな。やっぱこんだけ、やっぱティームの中にはいるんだな。すごいわ。こいつ邪魔くせえんだけど、俺。セカシュ嫌いなんだけど。せっせかしゅわかっている。チームやるよな、すごいな。でさ、俺これからさ、いろんなね、課題が、なんだ結果、出て、いっぱい出るんだけどさ、課題が。たくさんの課題ってやつがよ。What can I do here, right now? So let me think about it. So this is very important turn here. I'm pretty sure.So, at first, I think I need to, you know, so vanish. Can I use vanish here? So, if I use vanish right now, Yeah, I think I can. Not sure. Let me think about it.Well, this is, yeah, kind of difficult. Oh, no. Not this one, actually. Not this one. I mistake. This is a mis- really a mistake.I don't know. That was a mistake. 今日同じミルランクで組んだら、回したらランク8から11までいった。本当。もっといいとこいけるよ、このデッキは。頑張れば。気合でな。セガ州は多分今使うタイミングじゃなかったね。確実なミスプレイ。ちょっと焦っちゃった。ちょっと今、余計なこと話してたせいだ。全部、俺のせいじゃない。チームが悪い。チームが悪いことにするわ。タラララ。テレレン、テレレン、テンテレレン、テレンテンテテンテンテテテン。で、結局、初見だけど、なんで急に話し始めるんですか？癖。癖だな。ある一定の緊張度に到達すると、俺、英語で話しちゃうから。緊張するぞ。ごめんな。俺もね、なんだろう、外人かぶれとかね、そういうわけじゃないんだけど、極度の緊張状態に達すると、英語が出る。てててん、てれれれれん、とらるるるんくるん。トゥルルントゥルルントゥントゥルルンテレンテンテレンテンテテテン。
トゥン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 トゥルントゥ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 ン、トゥン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 。Good evening, you are always beautiful, I know. I know, I'm pretty sure. レノ、レノ見ると今のデッキどっちの方がいいですか？なんかね、なんか、いや、どっちがいいんだろうな。今のデッキの方がね、楽。レノのこと考えなくていいから。どっちがいいかわかんねえ。なんか当たってる敵がね、さっきからマッチアップが良すぎる。マッチアップがいいから勝ってる感じがするんだよね。だから、なんとも言えねえな、今。今の状況から言うと。はっきり言ってマッチアップがすっごい。マッチアップがね、ゲロいんだよね。ゲロい。で、これ出したら次のターンリーサルセットアップできる。多分できるね。念のため倒しておく。今滞在8点。よし。じゃけんな。パンパスだ。あー、これ何点回復か分かんねえな。さあ2点回復したけど、果たしてこいつは本当は何マナない。テレレンテンテレレンテレンテンテレンテンテテテンテレレレレンテリリンテンテリンテリリンテンテリン。焼けないっち、燃えたっち、焼くっち。倒すっちー。そう、ええ、ええ、ええ、G。ゴー！グッ、グッ、グッ。お、これ G だけ生き残れる、もしかして。俺たちの G。G！ あ、そんなことねえんだ。カエルリーノいねえの？じゃあ、しゃあねえな。いや、俺、カエルリーの今何枚入ってんの？いっぱいいるんじゃないの俺。たくさんいると思ってたんだけど。何？ 7 分の4。うん。ひゃーこれは声出るね。ひゃーあ、これ殴るべきだった。
痛い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 神よ神よ撃て撃て神よどの手で行くか どんな秘密が待っとるんかい状況をちょっと声だけで言うと、ふくらはぎと向こうずれ両方つってんの。だからね、片方を伸ばそうとすると反対がね、縮むの。聞いて、ティーム。ティーム、複雑なんだよ、物事は。ちょっと後でコメント読むけど、今、ふくらはぎと向こうずれ両方が同時につってんの。だから、どっちにやっても痛いの。だから今ね、中間地点をね、保ってる。今、中間地点。痛いね。あ、来た。ふくらはぎが来てる。痛い。
バリーラ vs バリーラ。背中に気をつけて、よそには禁物よ。いいじゃん。ちょっと待って、コメントを読む。マジですごかったぞ、今の。発作だぞ、ちょっとした、ティーム。ティーム、今の発作だからな。笑えねえから。笑えねえっつうの。いやー。レストインピース、何発は。What the fuck だよ。いやー、救急車呼んであげて。危ねえわ、今。本当に危なかった。いや、ふくらはぎとさ、すね、両方だよ、今の。ダブルパンチもいいとこじゃねえかよ。今のダブルパンチは効いたわ。あ、やばい、ほんと、峰、そうだね、ペイグル入れるから、勝利の代償、ほんとだね、パイユーじゃねえよ。いやー、ミネラルかな、なんか不足してんのかな。超速で足踏みするとな、ちょっと次やるわ。いやー、やばいわ。今のはやばいよ。また来んのかな。いやぁ、あぁ、あぁ、あぁ、一回来るとまた釣る。いや、勘弁だわ。いやぁ、今両、いやぁ、あぁ、クソファッキン痛かったわ。もう今手もなんかちょっとじんわり汗かいてるわ。あー、クリップ作ってくれたの。あー、 Why do you use only one rock? I actually use two. But so this death rocker, so it showed one call light. That because I have one call light in my hand. So total two. So one in here and another oneIn deck, so I mean, so I have double Sesekashu, what do you call it in English? Doomsayer, but now I have one in this hand and also in the deck, so I have two cards for both. You understand? Brrrah! Fuck! ああ、同じだってなってます。いや、マジでやばいわ、今の。ああ、クリップ、ありがとう。ちょっと、ああ、ちょっとコピー&ペーストしとくわ。ああ。やっべえ、今手もなんかちょっと痺れてるわ。いやー、疲れたわ、今の。せっせかしゅーとか言ってる暇ねえぞ。ティム。暇のはパンチあるよ。ティム。はぁ、あ、マジで。はぁ、いや、物を売るってレベルじゃねえよ、ほんとに。ほんとに物を売るってレベルじゃねえから。はぁ、あ、疲れた。寝転びながら。はぁ、あ、ほんと大丈夫だと思う。
落ち着いた。あーびっくりした。ちょっと声も枯れたわ今ので。いやちょっと俺のスイートなボイスが枯れたな今ので。腹筋もつるトリブルグ、いやーくっそ疲れた。ダメージもうね、やばいな。大げさ実況だと思われるかもしんないけど、マジで辛いぞ。ティーム笑い事じゃねえぞ。ティーム、すごい。これはすごい。今手にね、こう、じっとり汗をかいてる俺は。ティーム。Holy crap, Irina. I'm so fucking tired. My fucking... Super tired. Holy crap, Irina. ああ、疲れた。ああ。プレイもめちゃくちゃだよ。もう今のじゃないもん、絶対今のじゃない。これ分かるよ、今のじゃねえってこと。今のじゃねえってこと、俺でも分かるよ。今のプレイ間違ってるもんだって。いやー、ほんとくっそファッキン疲れたわ。
Oh, you gonna kill him? The fuck! The fuck! So that is like a the?疲労と水分不足が原因、氷か。It's over? Yeah, sounds like it's over. OK、多分大丈夫や。多分大丈夫。塩が足りない、ミネラルが足りないの。何食えばいいの。岩塩食えばいい。俺もう岩塩の生活するか。いやなんで魅力多少やりやすいの？うん、そうじゃない？ハンターにはそういえばあんまり当たんないし、アグシャーも、まああんま当たんないっちゃ当たんないな。こんなフェイスでしょ、もう。あとこの人フェイスってのは勝ちでしょ。ああ、久しぶりだな、でもこれ、テンポコンするのって。いやー、疲れたわ、でも。ほんとに。バリーラちゃんも背中に気をつけて言うてるやん。腰痛は後引く。腰痛じゃねえよ、今の。俺のふくらはぎはもう今、もう、スーパーダメージ食らってんだよ、こっちとら。ビタミン B1 が足りない場合もある。ウェイ。勝てねえじゃん、これ。おい。テンポコンシすっか、もう。なんかこういうの無駄な気がする。どうも、チーム。テンポコンシしていい。なんか時間の無駄だわ。もう、甚だ。甚だ無駄だわ。花田親方もそう思ってるよ。これ、ハンター来たらテンポコンシするわ。体尽くし、ありがとうございます。2割減だよな。でさ、ティームさ、俺が、クンがまた学校って言っちゃいそうになったけどさ、訓練校でさ、自己紹介のコーナーってあるんだよ。じゃあちょっと自己紹介してくださいみたいなコーナーで、若干ね、見え張っちゃったところがあってさ、ティームちょっと失敗したなっていうのがあってさ、まずね、自己紹介してくださいって言われて、全員ね、クラスの人が、先生含めて、みんなの前でこう自己紹介するのがあるんだけど、まずはね、
まあ、当たり前だけど名前でしょ、で、どこに住んでいるかと、あとは、前職で何をしていたかっていうのと、あとは、なぜ、このデザインっていうここを志望したかっていうのと、あと最後に趣味を言ってくださいというのがあって。で、まあ、名前当たり前もそれ固定っていうか一つしかないでしょ、住所も別に言うことないでしょ。で、志望した理由は、まあ、俺、ウェブサイトとか趣味で作ってるのがあって、で、そういうのがあるから、そういうので、まあ、ちょっとデザインとか、そういうウェブデザイン、広告デザインとかやってみたいです、みたいなね。そこはまあね、割とみんなこう、なんつうか、こう面接でも聞かれることじゃん。だから、まあみんなね、ちゃんと答えたんだけどさ、趣味のところでさ、ちょっと YouTube とかで動画上げるの趣味にしてますってね、ちょっとチラッと言ったら、動画の編集とかはもうやるんですかみたいなね、流れになっちゃってね。そうですねって言って動画の編集やってって答えちゃってさ。でさ、でもさ、ちょっと後でじゃあ見せてくださいって言ってさ、見せたんだけどさ、動画の編集、もう、皆さんご存知の通りだ、ぶつ切りじゃない。これってずっとゲームやってるだけなんですかみたいなこと言われてさ、それも編集というか、みたいなね、すげえね、こうね、自分でハードル上げてね、苦しい環境にね、ちょっと追いやってしまったなぁ、みたいなね、ちょっとね、今日はね、なんていうかな、若干しくじったかなぁ、みたいなね。サムネイルを作ってます、みたいなね、すごいいろいろ聞いてくるからさ、いや、これは辛いですね。これは言い訳できないですね。みたいな。なんとかしてね、ここから、あとはここからね、どこまで、そのね、本当にあるべきところに逆に近づけられるかというね。ここから、その通り、ここから編集しよう、その通りなんですわ。それが言いたかった、俺も。ここからどこまで近づけられるかというね、そういう戦いをしていこうかなと。ここからどこまで、言ってたことに、口元に近づけられるか。そこをね、そこをやっていこうというふうなふうに私はね、思っておりますのでね、ぜひ、私も頑張ろうと思ってますので、応援のほどよろしくお願いします。俺は多分選ぶだけの簡単な仕事。見学、見えからのマイナススタート進行ですやろ。俺もそこを考えたからね。確かにね。おお、そうなんだ。ジーレジェただ押すんだ。え？それ何？ライトニングボルトだって？なんでヒーローパワー使わないの？意味がわかん、ヒーローパワーじゃない？これ使わないの？お前、え？今のハテナマークが今4つくらい浮かんだけど。は？この手なら。ちょっと意味がわかんねえわ。さすがに意味がわかんねえ。こんばんは。見るバレたとかで話じゃないでしょ。もったいねえ。あんな3点のダメージしてるとか、意味がわかんねえわ。そんなプレイヤーに対して多分俺は負けるんだと。今俺ははっきりと分かる。俺このゲーム負ける。そんなね、ゴミみたいなプレイする相手にもう俺は負けるんだよ。見るバレしてるの頭にさ、その通り。リアクションがくどいのはこの配信者の色なの。まあ、せやな。ずーっとこうやって話してるのがここの配信者の色だから。それを良しと思うんだったら、ね、ぜひね、ちょっと楽しんでもらえればというふうに思います。クラペリーノ。ハンド減らしたかった。嘘だろ。マロペチーナだろ。それはねえよ。いやー、だからそういうことがあってさ、もう今日はもうまた
ああ、失敗したな、みたいな、ところもあるわけですわ。私も、私は私で。私は私でいろいろあるわけですわ。リアクションあすったリアクションはね、本当にね、本当に痛かった。正直、6、4できつい。惜しいな。あとちょっとだったんだな。そうか、そういうギリギリの線っていうのをちょっともうちょっとなんとかこう囲い込んでいければ、多分ね、6、4の線っていう人もある程度いるんじゃないかな。あー。これカエル出すとこいつ強化されんの？こいつ強化系だよね。そうだよね。いやー。いやいや、マジホーリークラペリーノだったからさ、でもそうは言ったって、あ、まあ、何俺今って腹先打ったんだけど、今何勘違いしてんの、今俺腹先打ったんだけど、ちょっとそういうつもりじゃなかったんだけどな、そういうこと起きちゃうんだよね。いや、意図せずしてそういうことが起きる、そういうこともあるんだよね。同級生から YouTuber 言われてるしやろうなぁ。ああ、言われてるんやろうなぁ。で、俺が、ちなみに俺がね、それで見せた動画がたまたま見せたのが、俺がマイクポップコーンの、そう、袋からこう食ってるやつで、マイクポップコーン袋からこうガラーって食べてるやつ。あれをね、なんだろうね、よりにもよってね、あれを公開してしまいました。私もね、ちょっと驚いていますが、あれを公開しました。ちなみに今出したティーム、今のとこね、ちょっと若干テクニカルの話をしますとね、今最後出したのはこの子だから、この子が燃えるんだよね。この子とこの子が燃える。したがってここは、先にね、コールドライトオラクルをポイ投げ。これが大事ですね。コールドライトオラクル投げるとこれ9枚になります。9枚になった瞬間に、何が起こるかというと、これでバニッシュすると、こことここが消える。すなわち、この鬱陶しいサンダーブラフは死ぬと。これが極めて大事なんですね。若干テクニカルな話をしました。はい、つって夜のもの。トイレ BM か。なるほどね。バリバリのアグシャ本当に減った。そうだね、バリバリのアグシャ本当減ったね。いやー、それはいいこと。いや、それはね、プリティグッドなんだよね。何すんのこのターン。でん、でけどんでん。2、3、2かな。Oh, holy crapperina. いやー。若干じゃなくて見るのが必修やからな。さっきの話。そういう環境ハンター最強じゃない？そうなの今。ちょっと誰が解説してその辺、俺ちょっと全然分かってねえけど。いや、なかなか今のホーリークラペリーマンだね。ライトニングストーム打っちゃう。おお。おいで。おお。おいで。クラペリーノ？クラペチーノ？なるほど。そうそう、そう、マシマギさんの動画ね、見せとけばよかった。俺もそう思った。俺もね、全く同じこと思った。あ、なんで俺マシマギさんの動画出さなかったんだと思って。声でバレっかな。顔出してねえしさ、マシマギさんだったらバレねえかなと思ったんだけど。そうそう、俺もマシマギさんの動画ね、出せばよかったと思ったんだよね。マシマギさんの動画使わせてもらえばよかったなと思って。でもね、ちなみにさ、今日、ツイッターの方でさ、俺初めてマシワギさんからいいねしてもらって、ツイッターで、おマシワギさん俺のツイート見てくれてるんだと思ってすごい嬉しかったんだけど、俺なんだっけ、LINE スタンプ作るってなったじゃん。で、 LINE スタンプは本当に作るんだわ。で、 LINE スタンプ作るための準備は実はね、もうね、少しずつ始めてて、てか今日からやってくださいって言われてて、やるんだけど、それは
で、ね、俺がさ、LINE スタンプ作ることになり、授業でなりそうですってやったら、ちゃんとマシワギさんがいいねしてくれて、俺ちょっとびっ感動したわ。で、昼休み中にさ、それさ、通知を見たらさ、あ、マシワギさんがいいねしてると思ってさ、俺ニヤって笑っちゃったらさ、ちょうど前から、同級生が歩いてきてさ、なんか、スマホ見て笑ってる人って基本的に気持ち悪いじゃん。ニコってしてる人って。ちょうどね、ぴったり俺それやっちゃってさ、今日。ちょっと恥ずかしい思いもね、またそこでしてしまった。あんまり良くないやつ。マシワギさんじゃニヤリみたいな。そこで、それ、ナチュラルなジーコニヤリ出しちゃってさ、クソナチュラルジーコニヤリ出しちゃってさ、さすがにニヤリすんだろ、そんなの。マシワギさんがさ、ちゃんと見てくれてるんだと思ったら、クソファッキンナチュラルジーコニヤリしちゃってさ、いやそう、同級生わーって言うよ。絶対思ったと思うよ。あ、この人なんで今ニヤッとしたの、気持ち悪いって多分思ったと思う。まあ事実なんだけどな、気持ち悪いのは。まあそれ事実だから、まあまあなんとも言えねえんだけど。よくいける。だったらこれ段取り使わなくてよかったじゃんって話じゃん。はあ、俺も電車の中でジーコの動画見てジーコニヤリしてる。いいね。それを反対側の席の人見て多分うわキモって思ってると思うよ。自己紹介の時間あったよ。あったのがありやした。いやー、ほんとね、いろんなことがあります。ほんとにいろんなことがあります。マシが聞いたらどんな顔するんだろうね。ちょっとわかんないけど、自己紹介の時間でちょっといろいろあったって話はしちゃった、さっき。ごめん。でも動画編集やってますってドヤ顔で話したっていうことかな、すごく短く言うと。レア抜いたら抜いちゃった。ジコさん、お仕事何やってんの？いいね。そういう質問に対しての答えが俺あるんだわ。何枚？俺は何枚？仮に俺が8枚抜けたらどうなる？チーム。仮に俺が8枚抜けたらどうなる？チーム。1足すなら8、7、56。ん？死んじゃうね。まあ多分だけど、まあ計算してねえけど、多分これ出して、で、その後ブランから、カエルでいいっしょ。3、4、5、6、5、6、7。え、これぴったりんこ？ 5、6、7、これぴったりんこやん。5、待ってよ。3、4、5、6、7。ぴったりんこやん。合ってるよな。5、5、6、7、11、18。あ、ぴったりんこだ。あー、よかった。ほんとだ。傾いてた。いやー、だからね、あ、ちなみに今、そしてちょっと今俺、そういうとこ行ってて。ありがとうございます。なかなかね、なかなか大変なわけよ、多分ね。これ相手も、これな、こうなってんのかな。片目で戻してあげる。そうだね。さっぷりのすっか。じゃあお前もたっぷりのするわ。ちょっと水飲んでくるわ。ちょっと水飲んでくるわ。その間ちょっと CM 流しとくから、ちょっと水飲んでくる。